皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。お元気でいらっしゃることを願っています。BTS、防弾少年団のジョングクが誕生日を迎え、ファンにメッセージを送った。彼は一日、グローバルファンコミュニティ、ウェバースに、アーミー、BTS のファンの皆さん、誕生日を祝ってくださってありがとうございますという文章を投稿した。ジョングクは、 僕は元気に過ごしています。残っている期間もしっかり含むしますと元気な近況を伝えた。さらに、アーミーたちもその間、元気に過ごしていることを願っていますとファンへの愛情も表した。1997年9月1日生まれの彼は、誕生日という意義深い日、ファンを気遣う姿でみんなを微笑ませた。彼は昨年12月12日自民と共にケーキ、 キョンギ、ドーレンガは、ヨンチョン、第五師団の新兵教育隊に入所し、5週間の基礎軍事訓練を終え、第5師団で陸軍現役として服務を続けている。BTS は、2022年12月にジーを皮切りに、2023年4月に J ホープ、9月にシュガ、12月11日に RM と V、12日にジミンとジョングクまで、メンバー7人全員が入隊した。 BTS は2025年6月にメンバー全員が兵役を終える。この記事は現地メディアの取材によるものです。ジョングクコメント全文。アーミーの皆さん、誕生日を祝ってくださってありがとうございます。僕は元気です。残っている期間もしっかり含むします。アーミーの皆さんもその間、元気に過ごしていることを願っています。皆さん、今日の動画は以上です。 ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。